ただいまより江戸川区長定例記者会見を開始いたします。では斉藤区長よろしくお願いいたします。はい、おはようございます。江戸川区長の斉藤です。今日は早い時間から江戸川区役所までどうもありがとうございます。それでは早速でございますが、中身に移らせていただきます。今日お話をさせていただきたい項目は全部で8項目ございます。新規拡充として3つ、あとは区政のトピックスということで5つということでお話をさせていただきます。まず1点目なんですけれども、就労困難者の就業機会の確保、江戸川ビアプロジェクトのスタートという内容でございます。これちょっとまず最初に障害のある方の例でございます。この資質っていうのがあるんですけれども、これグループホームに、障害のある方、ここではちょっとちっちゃい字なんですが愛の手帳3度の方ということでシミュレーションをした金額です。月当たりの支出が118,925円ということでございます。でこの中には家賃、食費、光熱費、あと共用娯楽費というふうに書いてあるんですけれども、これは総務省の家計調査報告2023年の単身世帯の共用娯楽費がこの金額だったということで、この金額を入れております。そうしますとこの支出額、それに対して一般的な収入額で言えば障害年金があり手当があり、工賃、さまざまな形で働いている方をおいでになりますけれども、どうしても工賃としては月当たりにするとこれぐらいの額になってしまうということです。そうするとこの支出と収入の差の11,604円、ここをなんとか埋めていきたいなというふうに思っています。それとですね、今障害のある方でお話ししましたけれども、例えば引きこもっている方、私どもですね令和3年に実態調査18万世帯に行いましたけれども、その中で引きこもり当事者9096人というのがその調査の中で見えてきたわけなんですけれども、そこで当事者の方からお答えをいただいた内容がここに示されています。回答は1993人からという、当事者9096人のうちの1993人がお答えになったんですが、一番はこれですね、日常生活の不安についてという質問です。一番が自分の健康なんですけれども、二つ目に収入生活資金で、一つ飛ばしまして四つ目に仕事という内容でございます。こういったことが不安だということであります。そういった中で障害のある方、特にですね、今課題は親亡き後だというふうにも思っています。大きな課題だと思っています。親亡き後については、私もいろんな親御さんとお話をしますけれども、やっぱり自分が死んでしまった後のことが心配だということをよくお話になります。そうするとやはりある一定の収入を得るということも大切なんではないかと思っておりますし、また就労困難者の就労機会の確保も必要だろうというふうに思っています。安定した就労先を区が作ると書いてありますが、そこで固定されるんではなくて、どんどんステップアップしていっていただいてもいいと思っています。フルタイムを目指している方もいれば、短時間就労で自分はいいんだという方もいると思うんですが、その選択肢をやっぱり増やしていきたいなというふうに思っています。今まで江戸川区の中ではドーナツ屋さん、区立のドーナツ屋さんも作りましたし、あと区立で駄菓子屋さんも作ってます。それ以外にも花 の販売だとか野菜の販売なんかもやってますけれども、また一つここで町内で議論しまして、クラフトビールの製造販売というのを手掛けてみようかということでございます。ここにちょっとチャレンジしてみたいなと思ってます。この原資としては、区民の皆さんから多額なご寄付をいただいた部分があります。ですので原資は一般財源ではなくて、寄付金をここを活用をさせていただきたいということでございます。
まあ、福祉と子どもに役立ててほしいということで多額のご寄付をいただいてそれを厳選していきたいと思っています。じゃあなぜクラフトビールなのかということでございますけれども、まあ、ここに書いてあります水お茶に次ぐ代表的な飲料、まあ、また売上が期待できます。また手に取りやすいことから多くの支援が得やすいということで、ただまあこうしますと飲酒を決して強要するとかそういうことではございません。今イベント等まあ、お祭り等で飲んでらっしゃる方の一部をこういった形に、まあ、切り替えていただくことができればそれだけでもこの目的にかなってくるかなというふうに思っておりますし、ノンアルコールビールも一緒に製造していきたいというふうに思っておりますので、そういった形で飲酒している方を広げようということではなくて切り替えていただくというようなまた選択肢を増やすというところを、目的にしているところでございます。今さまざまな形で東京芸大の皆さんと地域の課題解決にこう立ち向かっています。で東京芸大ともこのお話を一緒に進めていきたいというふうに思っています。まあ、東京芸大さんはアートの力で、地域課題の解決に取り組んでいくということを標榜されておりますので、まあ、今お話したような、雇用の確保とか、障害のある方の賃金アップとかそういったところを、東京芸大さんと一緒にこう目指していきたいと思っています。区が単独でやるよりも当然商品価値が上がってくるというふうに思っています。そして先ほどお話した目的を達成していくことができないかな、そういうふうに思っているところです。これがスケジュールです。今年度は東京芸大はじめ、まあ、町内でプロジェクトチームを作りまして、まあ、検討準備を進め来年度にはですね、まあ、区のお祭り会場あるいはスポーツイベントとかそういうところの販売をしていくことができればなと思っています。ただこの段階で1から10まで全部作れるかっていうのは正直難しいと思ってますので、例えば既製品OEM ですかブランドだけをこちらの方のブランドにさせていただいて、そしてただ将来的には醸造所とかビアホールとかそういった拠点整備までこの視野に入れていきたいというふうに思っております。まあ、こういった江戸川ビアプロジェクトということをこれから取り組んでいきたいというふうに思っております。2つ目です。学習支援事業、これもですね実は寄付金からこのような事業を行わせていただきたいと思っています。まずこれはですね中学3年生の数学の正答率です。まあ、望ましいことではないんですが都の平均よりも区は低いということでオレンジが江戸川区青が東京都平均というふうに見ていただければ下位層が江戸川区高くて、まあ、上位層が少ないと、まあ、5.3% 少ない状態でございます。第3の学習の場を作っていきたいと思っています。まあ、今は学校と家庭です。学校でも補習事業は民間に、今98校ありますけど、全部の学校で、民間の学習塾等の、会社にお願いして補習事業はやっています。やっているんですけれどもやはり学校と家庭以外の第3の場所、ここで学習の場を作っていきたいというふうに思っております。これが一つ江戸学者って今回名付けておりますけれども第三の学習の場、もう一つございます。こっちが江戸塾と我々呼ぶようにしているんですけれども成績上位者の、まあ、就学援助ですから、まあ、所得が、高くない方たちの塾を開きたいということです。その根拠はこれです。中学3年生のこの学習状況調査の中で塾に行ってますかということを私たち
聞きました。結果として塾に通ってない生徒は635人います。でその中で就学援助世帯が120名、就学援助家族構成によって所得水準変わってきますけれども、例えば4人世帯であれば所得が500万円以下、500万円以下の方たちが就学援助を受けますけれども、そういった方たちが120名塾に通ってない方が入っています。そうすると当然自分の意思で通ってない方たちもいると思うんですけれども、経済的な理由で塾に通えない方もおいでになるのではないかということで、無料の学習塾を行っていきたいと思っています。これまでは成績階層を先ほど補習授業をやっていると言ったんですけれども、これは所得に関係なく成績階層に対しては学校で全ての98校小中学校98校全ての学校で行ってたんですけれども、今度は上位層の無料の学習塾を作りたい。ただこれは目的が所得、経済的な理由で塾に行けない方ということですので、ここは所得制限を設けたいと思っています。今2つお話をしました。第3の学習の場、これは中学生1年生から3年生教育プラザ、一般的には児童館と呼ばれていると思うんですけれども、江戸川区の場合は小中ではなくて中高を対象にした居場所を教育プラザというふうに呼んでいます。ここで週1回行っていきたいと思っています。ただこれ全部で7館ありますので、日替わりで週1回ということです。つまりですね、江戸川区で見れば毎日どこかではやってるということです。中学生ですので自転車乗っていろんなところ回る方もおいでになりますので、毎日学習支援を行いますということでございます。当然無料ということです。でこちらが成績上位層、所得制限ありますので、ちょっと人数は120名ということに絞らせていただいていますけれども、これは図書館の会議室があるんですけど、そこで行っていきたいと思っています。平日2日、18時から21時、冬季講習あり、科目はここに書いてある通りでもちろん無料ということでございます。こういうふうに整理をしていきますと、私たちはやはり基本は学校だと思っています。で学校のほか、その学校で先ほどお話したこの白い部分は今やっているところです。で一番下はですね、登校できない方に対する学習支援が一つあるのと、あとは成績が階層のお子さんに対する放課後補習教室、これはずっとやってきています。すいません、この表は所得が低い高い、これは学力が低い高いという形で見ていただければと思います。そうすると学力が低い層には何らかの形で学習支援をやっているんですが、今までこの上の部分がなかった、でこの上の部分に色をつけていきたいということでございまして、学力が高くて所得階層がどちらかというとこちら側の方たちには今お話した江戸塾で、ここを江戸学舎というのは第三の場所と言いましたけど、これはもう全体をカバーしていきたいと思ってますので、当然ここも色が塗られてくるということでございまして、全てがこういうところも場所は学校ではないんですが、常に学校と連携を取っていきます。ここは必ず外さない大事なポイントだと思ってますので、学校との連携をしっかり密にした上でこの図の通りっていうんですかね、行っていければというふうに思っています。でこれは教員の力は借りません。働き方改革が一方ではありますので、全て民間のお力を借りてこれを行っていくということでございます。これも今年度は寄付金をこうベースに行っていきたいと、それで実績を見てですね、また区の事業として位置づけるかどうかは考えていきたいと思っています。3点目です。
鈴木青少年の翼基金条例の新設と書いてありますけれども、実は今まで青少年の翼事業というのをやってきました。これ中高生の夏休み期間12日間海外に派遣する事業です。これはもういろんな自治体で行われていると思います。江戸川区もやっています。15年度から今まで1335人が派遣をされてきています。その年によって派遣国は若干変わってくるんですが、今年で言えばオーストラリア、アメリカ、ニュージーランドに1カ国20名ずつです。で、参加費は5万6000円をいただいています。で、非課税、生保世帯は免除ということであります。自分の将来を考える良い機会になったなど、さまざまなプラスの参加者からは意見をいただいています。で、実はこれ寄付金をこう当てにして行っている事業でございまして、この5万6000円は自己負担なんですが、それ以外の渡航費は区民の皆さんからの寄付金でずっとやってきました。その寄付金の中心がですね、この鈴木孝之さんという方なんですけれども、もうすでに2億1000万いただいてきてます。2億1000万いただいて、後ほど鈴木さんの経歴等見ていただきますけれども、青少年の翼720人の派遣は実現できなかった、この方の寄付がなければということ、それ以外にもコロナの真っただ中、マスクがないときに、マスクがないと子どもたちいじめられてかわいそうだろうということで、幼稚園から中学校まで1人10枚とか、それ以外にここに書いてあるようなさまざまな PCR の巡回バスを寄付してくださったりとか、障害者のスポーツの振興、障害者であれば医療ケア児の家族のバーベキュー会をやっていただいたり、オリンピック・パラリンピックでもさまざまな形で支援をいただいています。そういった方から今回ですね、3億円のご寄付をいただいたものですから、冠をつけて、鈴木青少年の翼事業ということで明確に位置づけていきたいと思っています。これによりまして今後も長きにわたりこの青少年の海外派遣事業を行っていきたいと思っています。条例の制定理由は今お話したような形です。お名前を、鈴木という名前を冠つけさせていただきたい。この方です。こちらの方が鈴木さんで、経歴はここに書いてありますので、後ほど資料にもあるかと思います。ご覧をいただければと思うんですけれども、思いとしてはですね、こちらに子どもたちが若いうちから広い世界に目を向けることで、これからの人生に大きな夢を持ってもらいたい。毎年寄付することを身近な中小企業経営者にも知ってもらい、小さくても自分にもできることがあると思っていただきたい。みんなで江戸川区の子どもたちを応援して未来を担ってもらいたい。さっきちょっとマスクの話をしたんですけれども、この方が以前マスクを寄付することで後からやっぱり自分もという方がいっぱい出てきました。そういったことをこれから江戸川区の子どもたちの応援についても期待をしていきたいというような思いを持っていらっしゃいます。そういったことで、名前のつけた鈴木青少年の翼基金条例というのを立ち上げて、この基金をもとにこれからもこの事業を続けていきたいと思っています。ここからは区政のトピックスになります。まず区立の全小中学校に歯ブラシの配布と復活物選考についてご報告をさせていただきます。背景はですね、これは当初の予算の、時にもお話をしたので細かいことはお話ししません。東京都平均と江戸川区で虫歯が23区中21位であること、中学生でも18位であるということで、虫歯がある生徒児童の割合が高いのが江戸川区です。今年の4月から98校全小中学校4万7500名に毎月1本ずつ年12本の歯ブラシを配布する事業を始めました。給食後に歯磨きをしましょう。で、指導は学校歯科医や養護教諭が中心となって行ってまいります。今が歯磨きなんですけれども、復活物線香、復活物を水に溶かした、ものでブクブクうがいをする虫歯予防でございますけれども、これは虫歯の割合が多い学校から順次実施をしております。
将来的には全校で実施をしていきたい。ちょっとここに関してはですね、動画がありますので、どういう形でうがいやってるかって見ていただければと思います。これは歯磨きですね。これが不活物線香です。動画を作成してダンスでうがいするっていう、このような工夫もしながら、不活物線香等を行っているところでございます。続きまして、これも全校に新聞配備、この4月から、実施をしているところでございます。これも以前新規の当初予算の時にお話をさせていただきました。やはり東京都と江戸川区の平均で見れば、国語の読解力の正答率が小学生、中学生ともに低いんだというところです。そして新聞を読んでますかという回答についても、読んでないお子さんが多い、逆に言えば新聞を読んでいる小中学生の平均正答率は高い傾向にあるというのが、これは結果として出ています。そこで4月から新聞を配備をさせていただきました。11紙の中から3紙を選択して、それぞれの学校が選んでということなんですが、契約は、教育委員会で一括で行います。ここにありますけれども、ある小学校ではパレスチナ自治区のガザの戦闘から半年の、各社の一面記事を読み比べて、自分が大事だと思う部分にマーカーを引いて確認して、それぞれ話し合うというような授業も行われています。児童生徒の様子はですね、新しい新聞があると自ら寄っていく子や、毎日記事をチェックする子がいるというようなこともございますし、教員の声としてはですね、やはり国語の授業で良い記事や投書を探して自分の作文の書き方に生かす学習をした、こういったような声もございます。やはり新聞に触れる機会を作っていくということは大切なことだと思っています。今後もこのような形で読解力や学力の向上、自ら学び続ける力、大人になっても習慣づけをしてもらいたい、こういったことからこの授業はとても有効だと思っていますので、引き続き実施をしていきたいというふうに思っております。続きまして、メタバース区役所の開設についてお話しします。今まで実証実験をやってきましたけれども、実証実験が終わりまして、正式に実証しますという話です。今まで実証実験、9月からですね、障害者の団体と協力して行ってきました。相談の業務だったり電子申請、これは実証実験やってきたんですけれども、やっぱり課題もありました。そういった課題をですね、江戸川区内に、唯一4年生の専門職大学があるんですけれども、東京情報デザイン専門職大学、学長が元ソニーの社長である中鉢学長、それでこのプロジェクトチームを作って一緒にやっていただいてるんですけど、こちらはバンダイナムコのマネージャーだった大館准教授にお願いをして、区と一緒にメタバース区役所の、
構築を目指しているところです。先日発足式も中鉢学長と一緒に、これもメタバース上で行わせていただきました。先ほどお話ししました、実証実験で見えてきた課題、資料やホームページなど画面が共有できない、窓口で説明するときはパンフレットとか見せながらですね、そこを指さしていろいろなことを説明していきますけれども、それがメタバース上だったらできなかったという部分で、1対1しか相談に対応することができませんでした。向こうが介添えの方がいたり、あるいは職員が複数で対応するということができなかったんですけれども、それも解決をしました。資料やホームページ、パンフレットをですね、画面に表示しながら、説明できるようになりましたし、定員を変更できるようにしまして、相談もですね、複数の相談者あるいは複数の職員での対応が、可能になりました。こういったことから、今月の26日からまだ分野は限定でございますけれども、この分野で相談と電子申請の手続きを行っていきたいというふうに思っています。ただなかなか、すいません、まだ毎日できないものですから、週1日時間を区切って、予約を受けて実施をしていきたいと思っています。これは順次拡大をしていきたいというふうに思っております。なんとか利便性の向上になればというふうに思っております。こちらについても映像がございますのでご覧ください。もう区役所も全く同じものを作ってます。はい、こんにちは、江戸川区メタバース区役所へようこそ。スマホを買った時に補助がもらえるって聞いてきたんですけれど。かしこまりました。奥の相談ブースでお話を伺いますので、そちらにお進みください。わかりました。でも可能です。こんにちは、こちらにおかけください。本空間での発言内容やチャット、画面への表示内容はすべて他の人には閲覧できないようになっておりますので、安心してご相談ください。わかりました。本日はどのようなご相談でしょうか。スマホを買ったらお金がもらえると聞いたんですけれど。スマホ助成事業のことですね。資料を投影しますので右手の画面をご覧ください。初めてスマートフォンを購入される方に江戸川区では最大1万円の助成を行っています。区内の携帯ショップで対応を行っておりますので、こちらに記載の店舗に直接お越しいただき、店舗スタッフにスマホ助成を受けたいとお伝えください。わかりました。あと担当違うかもですが、介護サービスを受けたいのですが、どこに行けばいいでしょうか。かしこまりました。では介護保険課の職員を呼んでまいりますので少々お待ちください。こんにちは、介護保険課です。これまでに介護認定を受けたことはありますか。いや、ないです。では、はじめにお客様の認定調査が必要になりますので、申請書をご提出いただくこととなります。この場で電子申請も受け付けておりますが、どちらになさいますか。電子申請がいいです。どこから申請できるかだけ入り口を教えてください。かしこまりました。URL をチャットでお送りいたします。アクセスをお願いいたします。わかりました。はい、アクセスしました。ありがとうございます。では右手の画面をクリックいただき、画面共有の開始をクリックいただけますか。その後ブラウザを選択し OK をクリックしてください。はい、こちらで画面が見られるようになりました。まずは探すをクリックいただき、キーワードに介護認定と入力し検索ボタンをクリックしてください。はい、下にスクロールいただき
要介護・要支援認定の申請がございますので、詳しく見るをクリックいただけますか。はい。ログインするをクリックしてください。はい。なるほど、ここから申請できるんですね。よくわかりました。あとは自分でやってみます。ありがとうございました。本日はありがとうございました。このような形で進めていければと思っています。また来月なんですけれども、区の職員の採用説明会、我々も行っているんですが、7月4日に行いますけれども、希望する方、ここもですね、メタバースでやってみたいと思っています。採用説明会、皆さんアバターで参加していただくということです。内容は区の紹介とか採用試験の説明等になりますけれども、忙しい方、遠方の方も参加しやすい、本音の質問がしやすくなるとか、さまざま書いてあるんですけれども、ただですね、じゃあオンラインでやるのと同じじゃないかっていうふうにやっぱりなってくる、私なんかそう思ったんですけれども、ただですね、やはり個別の相談とかそういうのができます。オンラインですとこういろんな人がダーッて映ってて、こう相談内容は皆さんに共有されてしまうのかもしれないんですが、ここの空間の中では個別の相談もできますし、その内容を人に聞こえないようにすることもできます。また参加者同士一対一のコミュニケーションなんかも図れるようになるというところがございます。どういう効果になるか、7月4日一回やってみてまたご報告ができればというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。先ほど今月からは一部だけですってお話をしましたけれども、5部署です。まだまだです。来年度全部署で運用開始をしていきたい。できればワンストップから始めていきたい。で、全くこの庁舎を模した形でやるのが2026年、ここで一定のもう完成をしたいというふうに思っています。これはですね、新庁舎に移転するときですので、そしたらこのメタバース空間も新庁舎に合わせた形で作り直したいと思っております。これはですね、今6月から定額減税始まりましたけれども、もうこれ見てもう皆さんご存知の通り、4万円満たない方は1万円単位に給付事業を行いますけれども、これが総務省に聞いたら全国最速ですということでお伺いしたものですから、その報告です。6月19日から支給開始しますけれども、これが全国で一番最初だというお話でございました。我々このプッシュ型なんですけど、 QR コードを読み取ってもうすぐにでも欲しいという方もおいでになりますので、QR コードを読み取ってオンラインで承認するファストパス申請というのを導入してますので、申請から2日で支給が可能になります。ですのでこの6月19日というのが出てくるわけなんですけれども、ただすいません、これも口座情報を把握している方ということ、今までの中でもししてない方の場合はすいませんが、ちょっと3週間ぐらいかかってしまうということですので、ある一定の方なんですけれども、こういうような形になりますという報告でございます。はい。最後の話題です。オリンピック・パラリンピックの話題です。江戸川区内に在住の方、例えば水泳の池江璃花子さん、あるいは羽田拓也さん、カヌースラロームの方は区内を拠点に練習しています。パラ水泳の辻内さん、松本さん、長嶋さん、こういった方が内定してきてますし、柔道の審判員、前回も日本人でただ一人でしたけれども、柔道の審判員天野明子さん、この方がですね、江戸川区の花火大会を仕切ってくださっています。鍵屋さんの15代目です。鍵屋さんの15代目天野明子さん、今教育委員もやっていただいてますけれども、この方がやはり今回もオリンピックで審判を行うということです。前回の東京オリンピックで、やはり
阿部一二三選手と丸山城志郎選手の20分を超える戦いがあったと思うんですけれども、あのオリンピックの代表を決める柔道男子の66キロ級、その時も審判やられていました。今回も審判で活躍されるということでございます。あの、まあ、江戸川区パラリンピック力を入れてまして、東京パラリンピックで行われる22競技区内で全てできる環境を整えています。これはもうあの引き続き行っていきたいと思ってますし、まあ、スポーツ栄誉賞、こういうようなアスリートを応援するような事業も行っています。まあ、あの今回議会が始まりますけれども、予算規模と項目等は後ほどご覧をいただければと思っております。雑白ではございますけれども、私からの説明とさせていただきます。そして今日ご説明した8項目それぞれ担当の課長の名前と電話番号もこちらに示しておりますし、今日もあの後方におりますので、もし私で答えられなかったら課長たちがお答えをさせていただきます。本日もあのありがとうございます。